浪炎上、わらわら。アスレチックスの藤浪晋太郎投手が16日、日本時間17日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で7回に登板した。先頭から2者連続で三振を奪って圧倒するも、そこから突如の暗転。3連打を浴びて2失点を喫した。2点ビハインドの7回にマウンドへ。先頭を96マイル、約 154.5 キロの速球で空振り三振に仕留めると、続く打者も内角高めの剛球で空振り三振に。自慢の剛速球がうなりを上げたが、西から左翼線に二塁打。そこから一気に雲行きが怪しくなり、2者連続でタイムリーを浴びて2失点を喫した。最速 98.3 マイル、約 158.1 キロを記録しながら、立て続けに2打を浴びた。前回12日、同13日のレンジャーズ戦では延長10回に引き消しを果たし、その裏チームがサヨナラ勝ち。登板11試合目にして待望のメジャー初勝利を手にしていたが、2試合連続での好投とはいかなかった。藤浪の失点なければ逆転してんの草。藤浪劇場また明日。また防御率上がるやんけ。1イニング1失点でも防御率が回復する。三振、三振、ツーベース、ツーベース、ツーベース、二択しかないんか。結局いつもの藤浪やん。無四球でピシャリ。またヤフコメが盛り上がっちまうよ。バウナミアー太郎。